いにしえに伝われし砂漠の王様、デスワーム。見かけは巨大ムカデに見えるが、その大きさ、巨大ムカデの約10倍以上ある超巨大な生物である。石でできた化け物、ロックエレメンタル。頭、体、足、すべて石でできており、その硬さ、石同様噛み砕くことさえできない。大仏スフィンクス、自由の女神もびっくり、化け物だふと思った。砂漠のイケメン王子様デスワームと仏もびっくり、ロックエレメンタル、この2体が相対した時、一体どのようなことが起きるのか。本物ジョン・カビラも気になる戦いが始まろうとしています。地球を愛してやまない皆さん、こんばんは、ジョン・カニタです。解説は元タコ、タコボンツさんにお招きいたしました。今日もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。さあ、本日デスワームさんが外での戦いがお好みということで、外で試合を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回才能あふれる選手の宝庫と言われる戦いが始まろうとしています。ここでタコボンツさん、今回豊富なテクニックが魅了されると思うんですが、いかがでしょうか。いや、今回クオリティの高い戦いとなると思いますよ。見どころですよ。うるさいんで全く聞こえませんでしたが、今回の試合期待しましょう。いやー、そうでしょうね。今回の審判はサルバドーレ・イン・チンパンさんです。審判のチンパンです。赤、今日ね、出番ないと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では選手の様子見てみましょう。さすが、近くで見るとよりたくましいボレーに見えますね。いや、いい感じですよね。もうキュンキュンですよね。タコボンドさん、キュンキュンですよね。はい、今日はそんな一戦を迎えています。では大きさの方も見てみましょう。このぐらいの大きさとなります。ではデスワームさんの様子も見てみましょう。キュンキュンで、おや、どこにもいないぞ。確かにいないですね。むむむ、乗っててくるか。出てきた。迫力がありますよね。そうですね、非常に興奮しています。でもちょっと彼笑ってますよ。いい戦いになるんじゃないでしょうか。確かにいい表情には見えますね。穴に潜り込んだ。彼シャイですからね。これは仕方ないでしょう。彼から自然の恵みを感じました。では間もなく始まります。ピー、さ、審判の笛が鳴りました。試合開始です。デスワームは潜ってますね。さあ、デスワーム出てきた。ノリに乗ってますよ、彼。ゴーレム、岩を投げ込む。きたー。キュンキュンですよね。たまらず潜り込むデスワーム。いかがでしょうか。いや、もう素晴らしいですよね。ここっていうところで来てますからね。よっしゃ、激しいぶつかり合いが行われています。ぬわっとねじり込む。ダイナミックな攻撃ですね。これ、急所狙ってるんじゃないでしょうか。いい狙いつきですよ。素晴らしい弾道です。そうですね。激しい攻防です。プレイが熱くなってきてますよ。はい。深くねじり込みます。これもど真ん中入ってますよね。オーマイガー、決めないといけない時に決めた。そんな男。いや、そうですよね。容赦ない一発。これがワールドクラスのプレー。いや、本当ですよ。ゴーレムさんにはね、ガチガチの強さで頑張ってほしかったんですけど、ここはデツワムさんが強かったということで。まだ続ける死体殴り、これは痛い。個人的なんですけど、ゴーレムさんには勝ってほしかったです。そうですね。いや、勝ってデスワムさんの未来が楽しみですよ。本当ですね。では今回の勝者、砂漠のイケメン王子様デスワーム、デスワーム選手に大きな拍手を。さあ、放送時間がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説にはタコモンドさんをお招きいたしました。タコモンドさん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン会になってお送りいたしました。では皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。さよなら。デュー。ああ、ちょっと最後テンション高すぎましたね。いや、良かったんですが、最後の最後でやっちゃいましたね。ごめんなさい。